下地でパッと明るくマイナス5歳肌やっぱりプリマビスタディア。腸内環境は劣化することが、ビフィズスキン BB536 の力で腸内環境を整えたい。そんな思いを込めて歌ってください。はい、ヨーグルトはビフィタス超いい森永乳業。よく食べる私のために、5分前の私ができること、綺麗は食べる前に決まる。食べる前のウルルス。ミツバチがいる場所には豊かな自然と変わらぬ暮らしがあります。残していきたいその風景、美しき地球。ビーミュージアム、ミツバチのいる風景。この番組はあなたのためにミツバチと山田養蜂場がお送りします。マレーシア、ボルネオ島北部に位置するサバ州には50以上の民族が暮らしています。中でも最大民族カダザン・ドゥソン族に伝わるのが伝統楽器ソンポトン。収穫祭や冠婚葬祭などの行事で奏でられてきました。今ではいつでも気軽に吹くんですよ。ソンポトンの材料は全て自然から得られるもの。竹は太さが均一で指にしっくりくる細い種類を使います。この竹の薄さが響きの良さを生む秘密。音を生み出すリードは最も重要です。ポロッドと呼ばれる巨大な葉の根元の部分を削って作ります。硬くてしなやかな点がいいそうです。さらにこの粘土のような塊も欠かせません。部品同士を接着し空気の漏れを防ぐのです。実はこの材料意外なものから取っています。そう、ハリナシバチの巣。その中の樹脂でできた部分を主に使います。取れたては程よい柔らかさがあり、乾くと固まるため便利だとか。ソンポトンは音の調整や修理でたびたび解体が必要なので、接着剤ではダメなんです。ハリナシバチがいなかったらきっとこの楽器はなかったでしょうね。最近ではソンポトンを吹く人が減っているといいます。ジョージさんは今子供たちにこの楽器に親しんでもらう活動をしています。ボルネオに響く美しき音色、残したいこの風景。乾燥による小じわ、日焼けによるシミ。このローヤルゼリーを試さないなんて、この美白を試さないなんて、この潤いを試さないなんて。保湿成分ローヤルゼリーエキスをたっぷり配合した山田養蜂場の薬用 RJ エッセンス、5日間の無料モニターセットでお試しを。0120-83-2222。子どもたちのためにミツバチの童話や絵を描いてみませんか。私たち山田養蜂場は子どもたちに自然の大切さや命のつながりについて学んでほしいのです。未来を担う子どもたちの心を育てるコンクール、あなたもこの機会に童話や絵を通じて子どもたちの未来を一緒に考えてみませんか。山田養蜂場。この番組はあなたのためにミツバチと山田養蜂場がお送りしました。上司が俺ばっかり怒るんだ。いいじゃないですか。なんで怒られるってことは期待されてるってこと。そんなことも分かってへんの。まあ飲めや。はい、ハリバリしてる贅沢素材の朝日七色ウォーターズ。